はい、皆さん、こんにちは。サンソンチャンネルの山木サンソンです。で、今日ですけども、例の水ジャーの訴訟ですね、まあ、これの訴訟を見てきましたんで、それについてお話をしていきたいと思います。で、今日そうなんですけども、訴訟がいっぱいありまして、まず令和2年和の1506ですね、民事31部公の事件ですけれども、査定に対する異議という事件で、一日中尋問でした。で、原告が弁護士法人リーガル東京で、被告が F さんという、まあ、これ女性だったかな、などということでございます。ちょっと内容よくわかんないんですけども、こういう事件がありました。からこちらですね、令和3年は18451ですね、民事26部の事件ですけども、ハーチューがですね、高橋先生を訴えている事件で、これ今日結審しまして、5月31日13時15分判決と。いうことになっております。まあ、開示請求が飛んでくる魔法の言葉ってやつですけども、まあ、単なる注意喚起だよね、普通に考えればね。なんで、まあ、主張自体主張ってところだと思うんですけども、どうなるでしょうかっていうところですね。令和3年の5549ですね、高裁の第21民事部です。控訴人の福永克也で、被控訴人が菊川先生ですね。で、これ菊川先生本人がいらっしゃいまして、で、同期の弁護士のですね、K 先生が、傍聴に見られており、来られておりました。で、これ、まあ、高裁事件ですけど、まあ、地裁では菊川先生が勝ってるわけですよね。で、一回結審で4月21日判決と、まあ、いうことで、これも控訴棄却だと思いますね。はい。ちなみになんか、ワロチェンコフは、なんか控訴に入ってないようなことを菊川先生はおっしゃっていました。ということですね。まあ、とっとと控訴棄却の判決を聞きたいなと思っております。あと、他に気になったのがですね、令和3年は33731ということで、民事6部の事件ですけども、預託金返還ですね、これ、K さんという方が、カイロス相互法律事務所を訴えている事件です。で、これ、預託金返せっていうのは、なんか、あんまり弁護士としては嬉しくない訴訟ですよね。なんで、どういう訴訟なのかっていうのは、ちょっと、見てみたいなと思います。あと、令和2年は23708ですね、民事43部の事件ですけども、まあ、佐倉高虎さんが民事に訴えている事件ですね。で、これ、この前、尋問がありまして、で、次回4月の19日だかな、に、まあ、お互い最終住民証明を提出しておしまいと、まあ、そういう流れになってきている、もう最終盤になってるんですけども、これも事件の存在そのものを僕知らなかったんで、そもそもどういう事件なのかっていうことですね、まあ、これをちょっと閲覧をしてきたというわけです。で、まず、請求の趣旨としては、220万円プラス、3%の利息ということですね。これを支払えということです。まあ、損害200万円と弁護士を20万円ですね。で、対象になっているのが2つの動画で、令和2年5月19日の柴田を救いたい、佐倉高虎の過去を暴露という動画と、令和2年5月23日の訴訟沙汰、柴田対佐倉高虎、佐倉高虎の嘘が判明で柴田さん逆転。というタイトルの2本の動画に対して訴えられているわけですね。ちなみに柴田と佐倉高虎さんの事件については、これ4月に判決が出るというふうに聞いております。ですね。で、まず1本目の動画ですけども、メガカスに、まずメガカスに関してですね、メガカスで、まあ、他の、佐倉高虎さんってこのパチンコ系の YouTuber なんですけども、なんか他のパチンコ系 YouTuber の悪口を結構言ってるらしいんですね。で、メガカスさんもそのパチンコ系の YouTuber の一人で、メガカスというね、パチンコ実況の方がいらっしゃると。で、まあ、その方に対して、パチンコの関係者になりすまして、動画撮影無許可で困っていると、まあ、クレームつけて、その直後に自分のチャンネルにメガカスさんという人を誹謗中傷する動画を公開したと。まあ、こういう発言をしたわけですね。で、これはそのどういう発言なのかっていうことで、まあ、原告はですね、そのまず原告がパチンコ店関係者になりすましてですね、
明明の無許可撮影にクレームを入れたという事実を摘示しているんだと。それから、原告は明明を誹謗中傷する動画を公開しているんだと、まあ、このように主張しているわけですね。でそれに対して水庭さんは、いや、これは成りすましをしたのは何者かなんだと。桜高人は言ってないと、まあ、そういう主張をしていたんですけども、ご存知の通り、この前の尋問で、なんと被告本人が、いや、あれは何者かじゃなくて桜高人さんでした。言ってしまったんですよね。もうあれ、弁護士真っ青だと思いますよね。と思いますけども、まあ、なるほど、ということですね。なんで、この言い訳はちょっと通らなくなってしまったということですね。で、まあ、違憲論評であるということです。で、あと真実性についてですけれども、まあ、被告にですね、まあ、明明をですね、誹謗中傷してるじゃないかと、まあ、いうことを述べて、まあ、その事実の2の方ですね。こちらの。原告は、要するに、店員になりすましたっていうことと、それから明明を誹謗中傷してるんだと、2つの事実を言われたと言ってるわけで、被告はですね、特に後者については、これは真実だと。実際に明明のことを誹謗中傷してるじゃないかと、こう言ってるわけですね。で、原告はですね、これ原告ですね、ごめんなさい。原告は何としてるかというと、誹謗中傷と言えるかどうかは法解釈を前提とすべきだ。つまりどういうことかというと、法律上、名誉毀損もしくは侮辱として、違法となるようなものを誹謗中傷というふうに言うべきなんだ。で、桜高虎さんがやってるのは、その、違法となるような名誉毀損や侮辱ではないので、誹謗中傷には当たらないんだ。だから真実性はないんだ。と言ってるわけですね。で、この主張はですね、他の白星さんとかたこ焼きさんのところとことも出てきます。まあ、ただあれだよね、誹謗中傷っていうのは法律用語ではないので、まあ、悪口を言ってるというような意味で使ってるんだと。まあ、言われちゃうとそれまでではあるんですけどね。まあ、このあたり裁判所がどう判断するかっていうところなのかなと思います。ただあれなんだよね、その1個目のところで、ここだよね、水谷さんが、桜高虎がパチンコ店の店員になりすまして、クレームを入れたと言っちゃってるんだよね。で、ここはおそらく真実性主張無理なんですよ。なんですよね。で、真実と信じる相当の理由があるかどうかっていうところが問題なんですけども、ただ、その、尋問の時点では客観的な証拠を出せてないんですね。でこれ裁判の進行からすると、尋問って一番最後なんですよ。なんで、その時点で客観的な証拠が出てないってなると、ちょっと厳しいですよね。で、仮にさ、その水谷さんが、いや、よく探してみたら客観的な証拠ありましたと、そういう垂れ込みね、あ、確かにあいつが成りすましているという垂れ込みがあったんですということで、客観的証拠が、垂れ込みの例えばメールとかの写しとかが出てきたとしても、尋問で何て言ってるかっていうと、垂れ込んだ人物は知り合いもいたけれども、会ったことあるやつは一人もいないと言ってんだよね。でそうするとさ、その会ったこともないやつがさ、なんか、あいつ実は成りすましてんだぜとかいうメールを送ってきたと。でそれを信じちゃいましたと。言うとさ、なんか、それってやっぱ無理あるよね。なんで、ここは真実相当性、その、桜高虎が成りすましたというふうに信じる相当の理由があったっていうふうに判断される可能性はちょっと低いのかなと思ってます。わかんないけどね。まあ、かなり低いとは思ってます。はい。で、そうなってくると、この誹謗中傷の意味をどう考えるかって結構難しくて、桜高虎さんはこれは桜高虎が誹謗中傷してるって言われましたと。でそれは法的に違法となるような名誉毀損だと言われたんだ。というのが桜さんの主張で。で、水谷さんは、いや、それは、一般用語としての誹謗中傷なんだから、悪口ぐらいの意味なんだ。っていうふうに言ってるわけだよね。
まあ、これはどっち の, あの解釈も一応成り立ちうるんだけど、まあ、やっぱり一個やばいところがあると裁判官もまあついでに認めちゃうのかなっていう気がしなくはないですよね。まあいいや。で、次の白星さんも一緒で、白星さんという人の誹謗中傷する動画を公開したっていうことを言ってて、まあ、ここもですね、あの、桜高田さん側は、この誹謗中傷っていうのは違法なですね、名誉毀損や侮辱をしたっていう意味なんだと。で、あの、原告はそういうことはしてないと言ってるわけですね。で、水谷さんは、いや、白星氏が礼儀を知らないとかですね、都合が悪くなるとコメントを消して逃亡する人物であるとか、そういうことを言ってるから、これは誹謗中傷なんだと言ってるわけですね。まあ、どっちが取ってもおかしくはないと思うんですけど、あの、ただまあ、さっき言ったように、その、1個目のところでね、その、なりすまししたっていう部分に関しては、ちょっとやっぱり厳しいですよね。からと、たこ焼きですね。ここもそうですね。ガチ、たこ焼きさん、この人のチャンネルに対しても、お前は寄生虫ならという誹謗中傷をしていたと、桜高虎さんが逆切りして、たこ焼きのガチンコ勝負テレビに、まあ、誹謗中傷の動画を出したと。っていうわけですね。で、これさ、動画消えててさ、あの、確かね、僕、証拠を見たんだけど、桜高虎さんがこの、たこ焼きさんに何て言ったかっていうのは、ちょっと、証拠では確認できなかったんですよ。ただ、水庭さんが言ってるように、あの、寄生虫だと言ったと。言うんであれば、これはもう間違いなく社会通念上、受人限度を超えた侮辱であることは疑う余地もないですよ。なので、本当に、あの、桜高虎さんが寄生虫だって言ったんであれば、これは、その、誹謗中傷っていう言葉をどう解釈しても、これは水谷さんの勝ちだと思います。うん、ただ、問題は、その、桜高虎さんの動画、なんか消えてるらしくて、僕見る限りでは、なんか、証拠が出てなかったように見えたんだよね。なんでどうなのかなっていうところですね。はい。で、原告はまあ、やっぱり、その、違法なものと解釈すべきだっていうことを言ってて、あと社会的許可は低下しないとか言ってるわけですね。で、被告はたこ焼きを誹謗中傷しているということで、ここはどうなんですかね。桜高虎さんが何て言ったかっていうことを、まあ、次第なのかなという気がします。から、あと、ヘズマ流ですね。ヘズマ流みたいなね、まあ、ことをやってるということですよ。という発言ですね。で、これは、その、まあ、水谷さんはこれ、意見論評だと。ね。いうことと、それから、投稿した時点では、まだヘズマリューは、ただの迷惑系 YouTuber で、逮捕、犯罪者じゃなかった。だから、ヘズマリューみたいだっていうのは、その迷惑系だねっていう意味であって、犯罪者だねっていう意味じゃないんだよっていうのが水谷さんの主張ですね。で、桜高虎さんの主張は、いや、これは犯罪者だと。ね。実際に逮捕されてるじゃないかと。まあ、そういう事実の敵視なんだと言ってるわけですね。これがまあどっちなのかっていうことですよね。はい。から5月23日の2本目の動画はこういうコメントだったそうです。もつ焼き番という有名なもつ焼きの店で食事している風景が、出てるんですよ。で、この店はね、東京都で緊急事態宣言が出されて4月5日から5月7日までの間、1ヶ月間、営業自粛し、5月7日からランチ営業を始めたんだよね。桜高虎さんの動画に出てきたのはランチ営業で出されるもつ煮込み定食。これはね、5月7日以降しか出されないはずなんだけど、緊急事態宣言って東京都はまだ解除されてないんだよ。ということは緊急事態宣言前の動画だと銘打つことは、これは虚偽じゃないかって話。僕はそう思ってるんだけど、これはほぼ確定と言っていいです。ということで、あの動画の冒頭に緊急事態宣言前に撮影したものですっていうのが出てきて、で、その後、緊急事態宣言中の5月に撮影されたもつ焼きの、を食べてるシーンが出てきて、その後、3月に撮影された。つまり緊急事態宣言前にですね、撮影されたパチンコのシーンが出てくる。まあ、そういう動画だったらしいんですよね。で、その冒頭に、テロップで、緊急事態宣言前に撮影されたものですと言っときながら、少なくとももつ焼きの部分は、緊急事態宣言後の5月7日以降に撮影しているということで、これは嘘じゃないかというふうに、まあ、水谷が言ったわけですね。
で、原告がこれについて何を言ってるかというと、まあ、原告ですね、一回緊急事態宣言中に動画を撮影して、叩かれてですね、謝罪してると。で、原告が再度同様の行為を行って、緊急事態宣言前の動画であると、虚偽のテロップを入れて動画を公開したという事実を摘示したもので、社会的評価を低下させるって言ってるわけですね。で、被告は違憲だと言ってるわけです。で、これに関して被告は先ほど言ったように、その、少なくとも持ち焼き版での撮影は5月7日以降、つまり緊急事態宣言中だと。ね。で、そうであるならば、これはもう、非常事態宣言中、テロップで非常事態宣言前だと言っておきながら、非常事態宣言後の撮影をしているじゃないかと、こういうことで真実だと。で、仮にそうじゃないとしても、それは信じる相当の理由があるんだと、こういうことですね。で、原告は、パチンコのね、動画なんだから、そのパチンコの部分がいつ撮影されたかが大事なんだと、こういうわけですね。なんで、これは真実とは言えないと。こういうようなことを主張しているわけですね。というのがですね、一応双方の主張ということでございます。で、僕の見解ですね。まあ、訴状を読んでもあんま変わらなかったんだけど、まあ、結局のところ、動画の2本目ですね。これはスエープの可能性が高いのかなと思ってます。それは今言ったように、緊急事態宣言前だと言いながら、少なくとも食事の部分は緊急事態宣言中にですね、撮影してるわけですよね。なんで、それ嘘じゃないかと。まあ言われてもしょうがないし、まあそう考えたことについて相当性はあるだろうということですね。ただ、1本目の動画で、まあ、少なくともそのあいつなりすましてると言っちゃったところですよね。これはもうどうにもならないと思うんですよね。で、垂れ込みがあったと。言うんだけれども、じゃあそれを信じることについて、その相当の理由があるかっていうと、まあ、会ったこともない人でしょうと。まあ、いうことで、ちょっと厳しいのかなという気がして、まあ、そこの部分は、忍者さん、少なくとも負けるんじゃないかなっていう気はしますね。まあ、誹謗中傷のところはね、まあ、解釈次第だけども、まあ、普通に考えれば政府だけどね、なんか。まあ、1個アウトのこと言ってるから、ついでにアウトにしたいみたいな感じでアウトになる可能性もあるのかなという気はしております。まあ、いうことで、まあ、大体、尋問聞いた時の印象と変わらないんですけども、まあ、そういった事件でしたということですね。じゃあ、また質問コーナーに行きましょう。よいしょ。サンソさんは会社法について弁護士に抗議したり、その他弁護士の法的な知識の不備を指摘するような学識があるから、そんなことはないですよ。受験資格等を考慮しなければ予備試験や司法試験に合格できると思いますか？いいえ。全くいいえですね。はい。いや、だから一時期さ、その科学決定の申し立ていっぱいやってたんで、その特定の分野だけ。その科学決定の申し立てあたりだけはすごい詳しかったんだけど。いや、会社法全体についてやっぱり弁護士が詳しいんじゃないですか？怪我や病気に備えて何か保険に入ってますか？はい、特に入ってないですね。保険って基本的にマイナスですよね。当たり前ですけど、その、もらってる保険料と払う保険料で、絶対その、保険会社がもらってる保険料の絶対多いはずですよ。じゃないと潰れちゃいますからね。なんで、まあ、なるべく最低限の保険に入ればいいんじゃないですかね、と思ってます。はい。ただ、あれか、そこはサラリーマンの場合、その生命保険とか入ると、税金安くなるんだよね。なんで、まあ、税金が、なんだっけ、年間10万までだっけぐらいだと、なんか、所得税が安くなるはずなんで、まあ、そこまでなら入ってもいいんじゃないですか。仮想上が上場するのはいいことだと思いますか？オーセードホールディングス子会社の都内仮想場運営会社の東京白善があります。どうなんですかね。まあ、もちろん良し悪しですよね。とは思いますけど、私はまあ、特にいいとも悪いとも思わないですね。株の不当たり、
株の不当たりってあんまり聞いたことないですね。手形の不当たりってよく聞きますけどね、あの決済できなくて、あの銀行取引中止になっちゃうってやつですね。サンソンさん、おすすめの受験勉強法ってありますか？そうですね、あの、まあ、経済学でやったんだけど、あの自分で講義をするっていう。まあ自分講師だったからさ、あのできたのかもしれないんだけど、まあ、経済学、平成10年鑑定書受けたときに、その経済学がなんかわけわかんなかったんですよね。なんで、まあ、授業を聞いたら、あの一駅先で降りて、で家まで歩いて帰るんですね、夜中。で、その歩いてる30分の間に、今日やった2時間半の授業を自分でまとめて、自分で空に向かって講義をすると、まあ、いうのをやってました。で、そうすると結構なんかこう、あの今日やった理解がまと頭の中でまとまってよかったですね。で、電車の中で必死になってですね、その自分に講義するためにこう一生懸命復習するわけですよ。っていうのはなんか、あの経済学の理解には役に立ちましたね、はい。というところですね。はい、よかったらチャンネル登録と高評価、コメントと投げ銭の方お願いします。どうもおやすみなさい。